移住を考えて、た時にたまたまあのかみさんが移住相談センターの、まあ、CM かなんかを見てですね、その連絡して、まあ、日にちを決めて行った時に、そこで白山さんに会いまして、でそこでまあいろいろこう秋田市に移住して、まあ、起業したいというあお店を出したいっていうことを相談したのが一番最初の出会いときっかけですね。まあ、本当に秋田市の、ことも全然全く分からなかったので、うん、引っ越しとかそういったもの全面に、まあ、いろんなあの補助金ですとかそういったものを、教えてもらって小学校とか、保育園とかそういった制度のものも、いろいろ情報を教えていただいて移住に向けてたくさんこう相談できたのが一番印象に残ってます。何でも、親身になってご相談に乗ってくれると思うので、自分たちが、どういう、理由で移住するによってもその条件とかも変わってくると思うので、本当に移住今の自分たちの状況と、秋田に移住してからどういったことを目的として移住するのかっていうのを明確にお伝えした方が白山さんたちもこう的確にアドバイス、していただけると思うので、本当に小さいことでもいいので、あの何でも聞いて自分たちがもう分からないことを聞いていただいて、相談した方が、移住への第一歩につながると思うので、本当に分からないことをどんどん聞いて、連絡などもして、移住に向けて、どんどん話を進めていってもらった方がいいのかなとは思います。そうですね、あのお店をオープンして、まあ、ちょっとあの新聞の方に載らせてもらったんですけど、まあ、その新聞を見てあの白山さんがあのお店に連絡くださって、まあ、あのおめでとうということをかけていただいたのがすごい印象に残ってますし、すごい最近あのお店にあの初めて、ご来店していただいて、まあ、の自分の作った料理をあの食べてもらったのは本当に今ちょっと恩返しというか、できたのかなというのは思います。美味しいって言って、帰っていただいて、まあ、また来るよって言ってくださったので、うん、まあ本当にこのお店ができたのもあの白山さんにご相談できたことが本当に第一歩だと思っているので、まあ、自分の作った料理を出せたっていう行為が本当に嬉しく思います。そういう場所があるだけでも東京にでもやっぱ安心するし、向こうで面接して採用の証明書みたいなのもらえたんで自分が楽でした。こっちに来てこうやっぱ就職先が見つかってないともらえないこともあるんですよね。でそれも、まあ、まあそのための補助金も出るじゃないですか、そうです、ね、交通費も、はい、そういうのもやっぱ知らないので、うん、そうですね、めっちゃ喋りましたよ俺ありがとうございます本当に、白山さんたちに出会っていなければ、移住もですし、この自分のお店を持つという夢も実現できていなかったかもしれないので、本当に、自分たちにとっては家族にとってもですけど、すごい重要な存在というか、そこで相談して白山さんたちに出会えたことは本当に夢への一歩だと思ってますので、本当に感謝いたします。これからも、体に気をつけて頑張っていただければなと思います。